せーの、We are Team Fortnite の MC です。ハロウィンの合言葉はトリックアトリート、イエーイ。はい、これ言ってもらえないとお菓子もらえないんで覚えておいてくださいね。いたずらされますよ。てなわけで、今回の企画、1000円分100均でハロウィンコーデ買ってきてと言ったらメンバーはどんな反応。間違えた、反応じゃねえ。1000円分100均でハロウィンコーデを買ってきてと言ったらメンバーはどんなものを買ってくるのか。イエイ。てなわけで、今回私、コスプレさせていただいてます。いつもは朝 LINE を入れて、これ買ってきてね、と連絡してるんですけども、今日はもうすでにみんな朝集まっているので、今、買いに行ってもらってます。はい、100均の方で。で、まあ、1000円分って言っても、いろいろ買えるとは思うんで、それを、買ってきたものを、そのまま来て、ここに来いと伝えてますので、はい、それぞれ、個性が出るんじゃないかと私は楽しみにしております。では皆さんもお楽しみに、早速いきましょう。せーの、レディゴー。やべ、今年はユニバは2回しか行ってない。どうしよう、全然ハロウィンを楽しめてないぞ。やばいぞ、何着ようかな。当日何も考えてないな。ノープランすぎる。日々進化してますからね、100均のハロウィングッズは。100均だけで楽しめますから。おー、来た。あ、1個音が多い。受け玉作ろうじゃなかった。お、お菓子あげません。おー、かわちい、シンプルだね。かわいい。猫魔法使い、猫魔法使い、猫の妖精です。かわいいやん。いいじゃん。え、これ100均なの？やばいでしょ。クオリティ高くない？え、ちなみにこれスティックついて200円。200円、めっちゃお得やん。200円、猫耳も、猫耳もこれ100円です。おお、素晴らしい、シンプル。1000円分って言われたんですけど、完成しちゃったんで。確かに300円ハロウィンコーデです。はい、お子様でも真似できます。可愛くない？可愛い。あとね、メイクでここピッピって、あ、そうそう、線引いたらぽくなる。ちなみにこれダイソーなんですけど、あ、言ってるようにペイントが塗ってたんですよ。なんか青と赤と白と黒、あ、めちゃくちゃが入ったペイント、4本入ってたの100円なんですけど、やっぱりなんかそっち系のペイントって高いし、でも100均やったら結構ありかなって思いました。いいですね。いや、もっとあったんですよ、ちなみにね。でもごちゃごちゃするなと思って一旦こんな感じで。いや、いいと思います。皆さん参考程度にお願いします。かわいい、めっちゃかわいいね。ちゃんとハムトルチョウチョのついてるんでね。そうなんです、生地がね、すごい、もう動くでワイヤーで。あ、マジですか。すごーって感じでした。ありがとう、かわいい。試してね。さて、次は誰が来るのでしょうか。お、待って、そこに立って、玄関に立って。コンセプトを教えてください。コンセプトですか？はい、これ髪染め待ってる人ですね。そっち系な。流行ってる、流行ってるけど、流行ってるけど、リアルのコスプレね。でも地味ハロウィンっていうのがあるよね。いや、美容院の人にはこれジャンプ、リアルやな。これ美容院の人にはジャンプ呼んどいてって言われたんで。なんぼしたんそれで。これ、うん、レインコートで200円やろ、うん、サランラップで100円やろ、うん、で、エスポのトリートメントの事務所にあったから400円で襲った。はい、皆さん、地味ハロウィンで。ちゃうだろ、これこだわりな。ああ、ちゃんと俺ちゃんと髪に濡らしてトリートメントしてサランラップつくようにしてんねん。俺がわかんねん、近くまで見わからへんよ。今ワンピースこんな進んでんの。え、自分の中ではこれクオリティは一番高いでしょ。え、地味ハロウィンってめっちゃいいなと思って。いや、いっぱいあって、いろいろ調べて。刺さりますよ。いろいろ調べて、髪染め待ってる人です。いいと思います。今日400円で皆さん真似できますので、ぜひやってください、これ。え、ジャンプ代は？ジャンプですか？これジャンプ、向こうの事務所から持ってきました。はい、ちょっと髪流してきますね。はい、いってらっしゃい。カチャン。ありがとうございます。はい、あ、忘れ物です。はい、ありがとうございました。どうぞ。合言葉は？ん？なんだ？
なんか曲が聞こえる。え、何？ワンピース。おーおー、なんだよ、ドフラミンゴ呼んでんだよ。おい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 、そんな低レベルなドフラミンゴいねえだろうがよ。サングラスなんだそれ。ゴーグルで大丈夫しよう。コンセプトドフラミンゴなってるかあんた。わからんねんけどこれ。なんだそれ、選手がフフフフって喜んでるだけやろ。マスキート。おお。わざとしよう。わざとしよう。すごい。怖そう。はい。はい。ドラミンゴ坂本さん。今回のこだわりは。いきます。おはずさん、坂本さん。こだわりあるんですか。まあやっぱこれですね。もうこれ見つけた瞬間に。うん。ドラミンゴでしょ。首かゆいっしょ。あれ首かゆいこれ。800円ドフラミンゴです。結構800円かかんのこれ。1本ずつ買ってるってこと。1本ずつ買ってる。800円かかってる。1000円以内だぞ。マスキー強ー。サングラスはもうゴーグルだと思う。今年はこれで過ごしてもらってよろしいですか。じゃあどうぞどうぞ。ファイナーネット。すごい。はい、ドフラミンゴさんありがとうございました。また来てくださいね。クオリティ低い。最高。今俺ヒロアカちゃんと見ててさ、アニメが進んでて。めっちゃ前のか。いや、それで今ヒロアカ見てて、ボンディスカード撮ってない。ヒロアカ見てて、よく立ってきたら俺がちょうどアニメ見終わったところのヒロアカでめっちゃ熱い展開。今ああ、後ろか。でももうちょっと、巻いてほしい。ああ、僕の前で。え、終わんの早っ。いけるかな。こっち側の表情、これでよかった。うん、一応なんか、ああみたいな。なんかこっち見てる感じでいいですか。オッケー。はい、おーみたいな。おーみたいな。オッケー。何も書いてない。ビビリバビリビ。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。